婚約者のみんな、こんにちは。今日はちょっとストーリータイムしたいと思うんだけど、まあストーリータイムって言っても、まあ昨日の話なんだけど、昨日はお兄ちゃんとラーメンを食べてきた。そう、オーストラリアで売ってるラーメンを食べてみた。でまあ知らない人たちいると思うんだけど、シドニーでも日本人がやってる美味しいラーメン屋もちょっとある。10個ぐらい店舗があって、そしてその上に日本人じゃない人がやってるラーメン屋もあるし、もうなんか韓国人がやってる寿司の店たくさんあるし、たくさんあるんだよ。そしてゴードはこのちょっとシティから離れたエピングに住んでるんだから、そう、最近そんなに和食食べてない。なんかシティにあんまり行かないし、この辺にまあ寿司ぐらいならあるけど、それ以外ちょっと外が騒がしいけど、まあ寿司ぐらいはあるけど、それ以外はそんなになんかいい日本料理のお店がないんで、最近食べてない。そして昨日はスタジオでゴードは編集終わらせて動画上げたんだけど、その後にお兄ちゃんが来た。なんかお兄ちゃんがスタジオに来て、一緒にご飯食べようってなって、まあもちろんじゃあ何食べようってなって、それでゴードはラーメン食べたいって言い出して、お兄ちゃんはそれはいいけどこの辺にラーメン屋ないでしょ。それから2人はまあ必死で携帯で一番近いラーメン屋探してた。ラーメン屋というかまあ和食日本のお店探してて、でも車で15分ぐらいの距離にある日本のお店見つかった。でそこはまあラーメンのお店じゃなくて和食なんだけど、まあラーメンもありますって書いてあって、でなんか Google で写真見たら、あ、普通のラーメン普通のラーメンじゃんと思って、美味しそう。でもうずっとラーメン食べてないから、なんか普通のラーメンでも美味しいじゃん、じゃあそこ行こうってなって、そしてお兄ちゃんと車乗って、もう結構もう行ったことないとこだったんだけど、行ったことないとこで、そこから帰るとまた20分以上かかるからちょっと外れたとこ、その店は近くはなかったけど、まあ美味しいラーメン食べれるなら全然その距離ぐらいは行くんで、お兄ちゃんと行って、でお店ついて入って、まあまずそのお店やってる人たち日本人か日本人じゃないかちょっと確認したかったんだけど、お店入ってみたらこれ韓国人っぽいやなと思って、でも別になんか韓国人も美味しい料理作れるからそこは全然いいんで、お兄ちゃんと座って、でメニュー見たらその店は日本の料理結構何でもやってた。まあまずそこはちょっと怪しかった。俺はもうメニューに寿司と牛丼とたこ焼きとかもう全部載ってるから、こんな小さいお店で全部作れるのっていう疑問があったんだけど、まあまあそれは別に、それは別に、まあ美味しければいいじゃん。そしてメニュー5ページぐらいあって、メニュー開いて探してた、ラーメンの。でなんかたくさんなカツ丼とか刺身とかはたくさんな写真があって、でメニューくくってラーメン探してたんだけど、最後のページにあったラーメン、でもラーメンの写真ついてなかった。しかもページの中の半分ぐらいに小さくラーメン、ポーク、チキンしか書いてなかった。写真もないで、値段は16.5ドルで、まあ日本円だったら1000円ちょっとぐらい、まあ安くはないけど、でもシドニーはどこに行ってもラーメンはそれぐらいの値段するんで、その値段は全然いい俺は。でもこの最後のページにラーメンが小さく書いてあるだけのは、絶対この店でちゃんと作ってないだろう。もう絶対インスタントとかそんな感じのラーメンだろうなって俺とお兄ちゃん思って、じゃあお兄ちゃんはラーメンやめとくって言って、とんかつ定食みたいなやつにするわってお兄ちゃんが言って、でもゴードはちょっと気になってたこのラーメン、だってネット上の写真は美味しそうだったから。お店のお姉さん呼んで、ちょっと質問なんですけど、このラーメンちゃんとこの店で作ってるんですか、でゴードはちゃんと作ってるんですかっていう質問は、ちゃんとラーメンの豚の骨とかなんか出汁取って、ちゃんとしたラーメン作ってるんですかという質問のつもりだったけど、お店のお姉さんがちょっと
わからないって言ってお店のおばさん呼んで、お店のおばさん来て、このラーメンちゃんとここでスープとか作ってるんですかって聞いたら、ちゃんと作ってますって言われて、でもなんかこのポーク、この豚骨のラーメンにちょっと味噌も入れてるんで大丈夫ですかって聞かれて、あーそれ全然いいよ、味噌豚骨みたいな味になるかなと思って、あーそれは別に全然大丈夫で、じゃあこの店でちゃんと作ってるラーメンだったらこのラーメンにしますと注文した。そして7分後ぐらいにラーメン出てきたんだけど、これこのラーメンだったちょっと みんなどう思う、この見た目、この見た目、ちょっとキュウリも入ってるよこのラーメン。キュウリとなんだっけ、人参とビーンズも玉ねぎも、しかも豚肉入ってるんだけど、チャーシューじゃない、ただなんか薄切りの豚肉も入ってて、ちょっとネット上の写真と違うんですけどと思ったんだけど、まあこのオシャレで韓国人が頑張ってやってる和食はそこなんか突っ込めないじゃん。このメニューの最後のページに小さく書いてあっただけのラーメンを注文した僕も悪かったんで、まあ黙って食べようと思って、でこの麺、まあ茹ですぎたっていうのもあったけど、この麺もうごめん、このお店のラーメン文句ばっかり言ってるけど、ちょっとみんなちょっと聞いて、ラーメンの麺茹ですぎたのもあったけど、結構パスタっぽかった。ラーメンの麺じゃなくてパスタ、しかも余裕で茹ですぎたパスタが入ってて、でスープは味噌汁みたいなスープだった。みんなちょっと想像してほしい、ちょっとみんなちょっとこの想像にちょっとついてきてほしい。お腹空いた状態でめっちゃラーメン食べたいじゃんね。そして1100円ぐらいのお店しかないんだけど、まあそれほどラーメンが食べたいんだから、そのラーメン注文して、でもその店はラーメンの麺がもうないんで、スパゲティを入れることにする。5分ぐらいでできるスパゲティを茹ですぎて、そしてラーメンの汁もなくなってるから、じゃあ味噌汁のインスタントパック5個ぐらい開いて、ラーメンのボウルに入れて、お湯入れて、その中にスパゲッティも入れて、それに適当に冷凍してた野菜を入れて完成っていうラーメン。ちょっとみんな想像してほしい、そこはもはやラーメンじゃない、スパゲッティ味噌汁、パスタ味噌汁になる、そんなのがみんなわかる、わかる。でも期待した俺が悪かった、完全に、ゴードが悪い。そんな、今別にいいやと思って。で、直接まあ、もちろん店員さんとかに文句とか言わなかったし、ね。そんな、なんか、その韓国人がそんな悪いわけじゃないけど、ただ、ね、ラーメンもメニューに入れたかったんだよね。お店の麺は寿司とか、なんか牛丼とか、カツ丼とか、そういう、お店なんで、でも、やっぱ和食やってるからラーメンもメニューに入れようぜみたいな調子でやったと思うんだけど、責めるのはできないけど、しかも結局お兄ちゃんがお金出してくれたからゴード一切お金払ってませんというもあったから、まあいいやと思って、でゴードはその店までゴードは車で来て、お兄ちゃんは後ろでバイク乗ってたから、そして会計を済まして、お兄ちゃんはバイクのジャケットとかヘルメット取って出ようとしたら、お店のおばさんがそれを見て、今日結構風が強いから気をつけて帰ってねって結構心配そうに言ってきたから、このおばさんもいい人です、もうラーメンクソまずかったけどこのおばさんはやっぱいい人ですってなって、まあ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 さあ、その店悪いお店じゃない、他のご飯多分そこまでまずくはないけど、昨日のハプニングでした。その後になんかさらにちゃんとしたラーメンが食べたくなった。ラーメン好きな人たちはこの動画にいいねを押してください。ラーメン嫌いな人たちはどうでもいいんだけど、それより報告があります。ゴードはついに LINE のスタンプを作り上げた。はい、その LINE 会社とちゃんと契約して作ったやつじゃなくて、その LINE のアプリで自分で写真撮って作ったやつなんだけど、みんな買って楽しいから、こういう感じ、何して遊ぶとかね。で、作ってる時に、まあその婚約者
たちの間だけで分かるネタにしたいなと思って作ったんだけど、婚約者しか分からんネタだったら全然使えないじゃんと思った、このスタンプ。まあ何して遊ぶは使えるけど、あの、ね、このネットの調子がとか、なんかはってなりそう。どんな状況で使えばいいかちょっとわからないんだけど、あの、好きな人に告白したい時に、あの、 LINE でこのスタンプ送って、そこの君俺の婚約者と送れば絶対うまくいくんで、みんなスタンプ買ってください。あの、下で、あの、リンク入れるんで、よろしく。じゃんね。あ、最後にさ、これさ、たまに動画の最後に俺こうやって、あの、腕伸ばしてるんだけど、これはカメラを止めてるんじゃなくて、これ、大好きな婚約者たちの、あの、耳を、この辺を撫でてる。これ、最後にみんな撫でる、これ。だから、ゴードの動画見てる人たちに、最後にゴードが手伸ばすときに、こうやって、あの、撫でてもらえや、な。好きなゴードに。ヒヒヒ。おら、おーや、いい子やな、いい子やな。ね、こうやって。あ、ごめん、じゃあね。